アウトだわ。ロックアウトだよ。うん。まあ、いろんな敵と戦って、まったり今日もやって、いいんじゃない？まったりよ。楽しんでやるのは一番あれだからね。楽しんでやればいいんじゃない？まったりと。まあそんな長時間じゃなくてもね。あ、目がちょっと、この調子悪いからね。あ、きつい。警戒態勢しっかり出る。場所。こっちかよ。これも。まあ、負けたとしても治療やろう。チームのことを考えてやるべき。負けたとしても。いいんだ。勝ち負けじゃない。それは言ったぞ。これをされると治療できないですよ。逃げないといけないですから。のんきにできないんですよ。その前ですね。やんなきゃいけないのは。これされても治療廃止してください。通らないんですよ。もうやりたくないんですよ。もうはっきり言ってこういう人。
もう本当にさ、今はね、オブセッションが狙われてるから、安全圏がわかるんですよ。じゃないと、発電機の回したところに人来るかもしれないから、このプレイってリスクのあるプレイなんですよ。まあ結果オーライだっただけなんで、これの積み重ねが、後で痛い目に遭うんで、もう少し冷静に考えてほしいよ。回復をもらう位置っていうの、冷静に考え。本当に回復をしてる人が困らないところの位置にしないといけないのに、あんなところで、あんな近場でやられてもトンネルされるっていうのを考えねえんだろうね、二人とも。二人ともやってるプレイを考えないといけないんですよ。発電機回してから治療ってやつと、あんな近くで治療もらうやつと、二人いて、結果オーライの作業になって、ああいうふうに狙われたら意味ないんですよ。遠くまでなるべく行った方がいいでしょう、こんなもん。しょうがないでしょ、来る可能性、テレビがあとないとこなんだろうね。それもちょっと100わかんねえからな。わからんよ、俺も。発電機がなさそうな位置でってことだね。まあ、しょうがないよね。これもゲームだからね。ゲーム楽しんで。全てがゲームだから。楽しまないといけないよね。あ、こんばんは。どこら辺なんだろう。最初にやったところに。いや、ダメだろ。あ、こんばんは。今ちょっとあと1台なんですけど。
どうすんのよ、もうここでやるってことでしょ、もうそういうこと。すぐに決まってんだろ、もう。そういうことだって、もう、だから、いねえって、もう。って。意味ないって。普通に考えて来るでしょ。「だから」これやったらもうやるしかない。まあいいよ、他の人が勝ち格だったらもう別にそれで。もう一つ分かりません。まあ、やられそうだから、俺抜けれよ。まず一勝確定ね。よし。はい、逃げれました。もう試合終わったから早く抜けてくれって意味なんだよ。うん。うん。実は。ああ。そこまで、追っても来ないし。だってもう意味ないこと分かってるからだでしょ、多分。勝てれよかったですね、まず。よかったです。ああ、よ最後の二人で、回せるところを見つけられてよかったです、うまいこと。でね、ちょっと回ってたから。
あ、でも比較的夜の時間帯で結構マッチング合う。あ、あれなんですね。そんなに30分も40分もなんか恐ろしいほど待たされるわけじゃないから。団体によっては多分ね、待つ時間帯はまあモバイルやったりとか、ね、まあ人狼ゲーやったりとか、なんかスマホやったりとか、そっちの方にやった方がいい。あ、それかまあ普通に PC やるかね。PC と一緒にやるか。こういう時間帯は多分、そこまでは待たないですね。別れてよかったね。まあ、穏やかにゲームができるのは何よりですよね。怪しいとかっていうのはないし。